今年4月に福岡県警察本部に新設されるのは組織犯罪捜査課で、各部署から横断的に集められたおよそ100人の捜査員が匿名流動型犯罪グループ、通称匿流の捜査に当たります。匿流は SNS でメンバーを集め、メンバーを入れ替えながら偽電話詐欺をはじめ闇バイトを使った強盗や窃盗などを繰り返す集団です。多様な犯罪に手を染める匿流を取り締まるにあたり、犯罪の種別ごとに対処してきた縦割りの捜査体制を見直し、効率化を図ります。匿流の犯罪収益の一部が暴力団の資金源になっていることから、福岡県警は匿流の取り締まりを強化することで暴力団壊滅につなげていきたいと話しています。